翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします、はい。最近ちょっとしたニュースとか取り上げてるんですけど、うん、そうね、まあこれはうちの事務所も関係あるというか、僕らまあ集まって、うん、で水曜日とかだと、うん、無料ということでね、2枚3枚が安くなるドミノピザをよく利用するじゃないですか、はい、近所だしね、はい、すごい持ち帰りでって、うん、で美味しくいただいて、うん、サイドメニューとかもいろいろ食べてるわけですけども、うんうん、まあ、うん、怪してると思いますけども、はいはい、シェイクを直なめですか、ヘラでやってみたいなことがあって、まあおそらくアルバイトの、うん、まあ、ちょっと若い3人組ぐらいかな、うん、2人か3人で、うん、でこれを一応インスタグラムの鍵付きのアカウントで投稿して、はいはい、あれインスタなんだ。そうなんです、うん、インスタグラムの、まあ、鍵付きアカウントなんで、知ってる人っていうか、うん、許可した人しか見えないと、うんうんうん、まあ、つまりは誰かがリークしたっていうことでは、ね、裏切られたってことになってるんですけど、うん、まあでこれに対してドミノピザ側というか、うん、まあ、今回の不適切な行動がすいませんでした、はいはい、でなんか他の意見とか見てると、うん、やっぱりそもそもスマートフォンとかを店内に入れるべきじゃないんじゃないかとかって言ってますけど、そういうことじゃなくねとも思うんですよ、うん、そもそもそういう状態になっちゃってるというか、はいはいはい、っていうかもうやられてしまったんだったらそれが世に出る出ない関係なく僕はダメだと思いますし、でまあ付随というか、うん、この動画が出たことによって、うん、ココイチでまた新しいバイトっていう動画が出てて、まかない彼が食べるんですね、ココイチって、うん、でまあ休憩室で食べているところ、うん、男子高校生みたいなノリが起こってたみたいで、うんうん、まあ陰謀ですねお友達の陰謀をこちらトッピングですって言ってパッとかける、やべえこれっつう動画が、ただこれもおそらくキンキンの話じゃなくて、今回のドミノピザが出たことによって、まあこの人に恨みを持っている誰かが拡散してではないかということあるんですけど、まあそういう SNS のこともありながら、ともかくそういうまあ、バイトテロというか、うんうんうん、何か誰かに提供するものに対していろいろやるっていうことは僕はもうそもそもおかしいと思うんですよ、うん、でまあスタッフさんもこれ世代問わず同じ意見だと思うんですけど、まずそもそもがこういうのを軽はずみに上げちゃうっていうこの頭ね、はいはいはい、今までこういうことがどういうことになってんのかっていうのをなんで理解できないのかなと、はい、まあだから、まあでも今回のドミノピザのちょっと顔を見ると、はい、幼いよね。まあだいぶ若めだとは思いますね。ちょっと高校生なのかな、ぐらいにも思うんだけど、はい、昔で言う、今でも言うかわかんないけど、バカったってやつね。何でもツイッターにあげちゃう。で、まあそれで炎上してとか、はい、まあ中にはもう本当にね、損害賠償求められるとか、まあいろんなのありましたね、アイスボックスの中に入ったりとか。ありました、ありました。それが走りかもしれない、バイトテロってことは。おでんツンツンとかまああれはバイトテロというかただのあれただのバカですけどねだから本当にね、はい、無知なのか情弱なのか、そうですね、まあ、やっぱりその場のノリで何も見えなくなっちゃう、はいはい、タイプの人間、まあバカなんですよ、まあ、言っちゃえば、ね、単純に言うと絶対そうですね、本当にバカなんですよ、はい、うん、なんだけど、まああれちょっと他にね声的に2人ぐらいいる、うんうんうん、いますよね。3人でしょ。まあ複数人というか、うん、であれが何時に撮ったものかとか、そういうのが全然わかんないんで、はい、でもまあ営業中ですよね。そうですね、間違いなくね、絶対営業中の時間で、閉店作業は基本社員も入ってると思うので、はい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 、3人だけってことはないと思うんですよ。だからまあ営業中にやってる、うんうんうん、だから僕まず思ったのはあのバックヤードかな、あれ、まあ厨房というか後ろ、まあ、そうだね、はい、なんであの連中だけしかいないのかっていう、そこなんですよ。あ、目付け役もいないみたいな。そうそうそう。はい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 。まずシフトの組み方にも問題があるというか。ね、それだけなんですね。まあ例えば、バイトリーダーみたいなのが一人いたりとか、はいはいはい、まあ年配のバイト、うん、おばちゃんのパートとかいるじゃないですか。まあ、信頼できる誰かみたいな。うん、そういう人が一人でもいれば、はい、ちょっとちょっとっていう注意。まあそうですね。おっちゃんおばちゃんもそういう時役立つんですよ。ね、まあベテランの方で、そう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 、はいはいはい、だからそういうことが起こらなかったし、まあいたらやらなかったろう。それはそうでしょうね。ね、あれ完全に仲間内みたいになっちゃったんですよ、うんうん、でもまあまあバイトの中で仲良くなった。はい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 。三人ですよね。まあバイトってそうそうその同級生3人だったことはないんで。あんまりないと思うんで。まあそういうことなんですよ。その中だとは思います。まあこれはもうとにかくバカ。それをあげるということはね、ね、軽はずみにね、はい。なんでそれを見せたいのかとか、はい、もうちょっと神経疑うレベル、もう頭足んないんじゃないかなっていうぐらいのレベルなんですよ。はいはい。ただ僕ちょっとね、はい、これ見て思ったのは、はい、あのシェイク、はい、ですよね、はい、で翼くんもバイトとかしてて、はいはい、例えばまあソフトクリームとか、はい、作ったこととか作ってるのを見たことってありますか？見たことは僕は実際作ったことはないですけど、うん、あれさ最初に溜まってる分は一回破棄するんですよ。こうやって一回ひねってまずここなくしてから、そうそうそう、はいはいはい、その余ったところっていう可能性はないんですか？あれをですか、うん、まあただ見てる感じなんですけども、うんうん、まあシェイクを入れる容器なんですかね、うん、そこまでは分かんないんですけども、うん、そこに入れてるものを、うん、まあ
今回そのシェイクを食べたっていうことよりも、うんうん、そのヘラ、うんうん、これをまあこれでいろいろやるみたいな、うん、料理に使うヘラで直にやって食べてるってことだと思うんで、うんうん、でそこなんですけど、はい、それもまあ別に洗えばいいですよね。なんていうのかな、はい、いやこれは別に遠藤じゃないですけど、はいはい、遠藤じゃないんだけど、だけどちょっと思ったのは、はい、僕もそういう飲食でバイトしたから、はいはいはい、例えば何でもいいですよ、はい、入ってるもの、はいはいはい、最後になって、はい、全部こうちょっとすく、まあ、いますよね、はい、それをペロッと舐めて食器洗いへってこともあるんですよね。あ、もう完全に洗うタイミングだったから。そう、別にそれをまあそのまま提供するってこれはもう憶測でしかないわけですか。だからなんかこじつけられてるなっていうのも多少あるんですよね。いや、多分本人たちはあれをどう使う手は一切考えてないですよね。まあそれをそのまま出すということは考えてないと、はいはいはい、ただ飲食っていうのはたびたびそういうことが起こるよっていう、あのことはね、はいはい、洗う前であればまあいろんなことを、まあ実際だってコップとかグラスだってね、どういう風に洗われてるかだってわからないわけですし。いや、まあグラスとかスプーンとかであれば、うん、僕は今の意見、うんうん、若干賛同というか、まあなるほどと思うんですけど、ヘラ、うんうん、って、うん、そもそも食べるためのものじゃないじゃないですか、うんうんうん、そういうさっきも言ってましたけど、うんうんうん、調理するものなんで、うん、それに対してまあ実際、まあそもそも食べるってこの段階も、うん、まあ確かにあんまり良くないですよね。コラボラルの問題で、はい、やるべき行為ではないんだけど、はい、なんかその炎上度合いが、はい、倍化しちゃってんじゃないかなっていう。いやー、不衛生って言いますけど、不衛生って言葉出てくるでしょ。なんかコロナ禍で不衛生みたいなことが書いてます。まあでもなんか実際それがお客に提供されたとかそういう系統のものではないっていうね。はいはいはい、だからまあもうこいつらがバカなのはもう確定なんですけど、まあ、それはあれとしてもと、うん、だいぶそのね上乗せされたなっていう、まあまあ、まあ、乗せる段階でバカですよ。それはもちろんですけども、これはもう本当に問題外なんだけど。まあたびたびそんなことはあるよ。たびたびあるっていう断言もできるんですね。僕が前バイトしてた、まあ、前回この間ステーキ屋さん行ったじゃないですか。はい、行きました。はい、美味しかったです。ね、あそこでもちょっとだけ短期間でバイトしてたんですけど、はい、そこのお店って、まあ、ステーキとハンバーグのお店なんですね。はい、で水曜日になるとハンバーグデーと言って500円とか安くなるんですよ。でそれの派生で第何とか水曜日はダブルハンバーグデーっつって、要するに500円で2個ついてる。ああ、お得。ハンバーグね。でまあみんなやっぱ同料金なんで、翼くんだって2個、まあ僕はそうですね。だからね、女の子とかもみんな結局2個頼むんですよ。まあでも女の子2つ食い切れなかったりとかして、はいはい、まあ、ちょっと食べかけてたりとかあるんだけど、はいはい、ある日ね1個丸々そっくり残すなんですよ。なるほど。で僕それをかだして、はい、まあまあゴミに入れようという、はい、素振りをしますよね、はいはい、その時に店長から、あ、ちょっと待ってそれ手つかずだよねって言われたんですよ。店長から。店長ですよ。ああ、そういう方向か、うん、はあ、で、はあってなりますよね。戻してっていう。何と、手つかずでも食べてるフォークがちょんちょん当たってる可能性はあるわけです。まあだって同じお皿持ってるわけですからね。そうです。あと食べ汁だって流れてる可能性があるわけです。それはこれでこうですかね。ね、はあ、それを戻せって言うんですよ。まあ要するに、ああいうところの安いハンバーグ、まあ松屋とかは一個一個がパックになったりする、はい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 、っていうのはもう先にね、ハンバーグ焼くんですよ。ああ、作り置きというか。そうそう、はいはい、それでタレの入った寸胴にぶち込んでおくんです。ほう。でも注文が入ったらもう一回フライパンの上で焼く、一焼きして提供してるんですね。だからまあ硬くてまずいんですよ。まあまあ置いてるもんだし、はいはい、まあ店長がね、どういうふうなコストの関係で言ったのかはちょっとわからないんだけども、うん、ちょっとそういうこともあったんで、まあまあ言ってね、飲食店の裏側ってそんなもんですかっていうね。あ、まあ、そういうのにもつながるんですよね。だ、目に見えてなければもういろんなものが起こってるわけです、まあ実際ね、でどんな高級店だってゴキブリいるんですよ。まあそういうところから言うと、ね、はいはい、うん、まあそこまではどうでもいいんだけども、はいはい、まあ、何にしてもだから、うん、ヘラに関しては別にそれをね、なんかお客に提供されてるところは見えてない、うんうんうん、ところでなんかあれはちょっと行き過ぎだ。バカはバカなんです。これだけは言いたい、はいはい、まあ、それは間違いないけど、うん、バカすぎるんだけど、アプローしたちょっとだいぶその、うん、どん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 乗っかっていってるんじゃねえかと、という僕のね、今回に関してだけは、いつもはもうバカですねって言いたいんだけど、
なんかちょっと裏を考えちゃったっていうか。まあなんかクイッときました、ね。そう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 。なるほど。だからそのさっき言ったココイチの陰謀の話も、はいはいはい、まあ自分が食うもんだよねっていう。だから問題は不衛生云々よりもったいないだろう食があって、そこだと僕思うんですよ、ね。ああ、そこに関してはそれを食べりゃいいんですよ。ケツ切れね。ちゃんとやっててもいいけど。食べりゃいいですけど、まあ食えねえって捨てんだったらご飯にしても何にしてもそれがもったいない。それはそうですね。ツッコミどころはそこなんですよ、はいはい。だからだいぶ今ほんとネットの中では違う方向に進んでっちゃうことも多々あるんで、まあまあどうせあのさんにはクビになったと思うんですけども、まあさすがになってるでしょう、うん、とか言うもまあ真相はねどうだったのかなっていう、うん、感じですかね。でも僕はやっぱり嫌です、うん、というわけで、まあそれは間違いないところでしょうね、はい、まあ、ちょっと僕がひねくれてるそうですね、そういう考えたと思います、はい、まあいろんな意見があります、はいはい、ということでした。ありがとうございました、はい、翼チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。